はい、今ね、どこにいるかというとね、ブラジルのクリチバにいます。クリチバということで、サンパウロから今クリチバに到着したんだけどね、そのバスターミナルから今タクシーを利用して、宿まで向かうところです。まあ今使ってオレンジのタクシーね、色で言うとオレンジなんか統一されてるみたいですけどね。で、一応メーター使ってるということで 5.5 ぐらいから始まります。なんか荷物積み込むとちょっとなんか料金が多めにかかるというふうに聞いたんだけど、まあこんな感じです。新しいね、なんかブラジルのタクシー、まあホストイグアスとサンパウロとね、クリシバ、全部利用してますけど、新しいタクシーが多いなって感じがします。で、こういう感じでフォルクスワーゲンということで、6.6 から始まってます。タクシー 1177ということでね、まあ、黒人の、運転手です。これですね、まあ、クリシバに関してもサンパウロと同じような感じで日系人が多いですけどね。で、その日系人の知り合いと、これから今晩ちょっと食事、しまう予定なので、ね、日系人の調査も含めてこのクリシバちょっと訪れさせていただいたんだけど、まあ、いろいろと楽しみにしていただければ